調味料を使ってしまうと出せない味ってあるんですよね。調味料に支配されない素材だけの旨味ですから、じわじわとこう旨味が来るんですよ。調味料？もちろんゼロだ。13店舗もの系列店を有し、こだわりにこだわり抜いたラーメンを世間に送り出している世田谷。その大将である前島が業界初、調味料を一切使わない完全無加調ゼロのスープを完成。その名もラーメンゼロ。平日でも行列ができるというこのラーメン屋、一体どんな味を出しているのか。ガラス張りの開放的な入り口を入るとすぐに不思議な香りが店内に充満する。味噌でも醤油でも塩でもない、調味料を全く使わないラーメンですね。素材の、旨味と塩分だけで味を出してます。やはりその素材をもう大量に使うということですね。いい素材をたくさん使うということですね。通常のラーメンのやっぱ5倍ぐらい材料使ってます。いい素材を大量に使う、通常のラーメンの5倍、その20数種類にも及ぶこだわり抜いた食材の旨味だけで作られるスープ。果たしてその驚愕のスープの作り方とは。2日間かけますね。1日目は動物系を出して、で2日目はそれに合わせて魚介系と野菜と入れていきます。段階がかなりかかりますね。何工程もやらないといけないんで、その辺はもう普通のラーメンと全然違うと思います。はい。そしてついに出来上がったのがこれだ。乳白色のスープは豚骨のとろみと煮干しホタテの香りが特徴的。調味料を使ってない分あっさりはしているが、コクとまろやかな味わいがあり、口の中に様々な旨味が広がる。麺は細めのゆるい縮れタイプで、まずまず固めの茹で加減、あっさりスープとの相性もいい。こだわりを持ってラーメンを作れ。大将前島の号令のもと作られたラーメン。果たして店長が作るラーメンの評価は。いい味出てんね。今日の味も上出来のようだ。もちろん他のメニューのレベルも並ではない。つけ麺ゼロのスープをベースに、味にパンチを出すために塩だれを加え、複雑な旨味とコクを醸し出す。焼き豚ご飯、約200度のオーブンでじっくり焼き上げた焼き豚、その肉厚とジューシーな味わいは絶品だ。今までにない調味料を全く使わないゼロのラーメン、今までにない味わいです。ぜひ一度お試しください。お待ちしております。